こんばんは、 YT ゲームへようこそ。今回は以前に視聴者さんから縛りプレイをしてほしいという要望があり、リクエストに応えようと思います。私が考案するとどうしてもクリアができる前提で内容を作成してしまうので、今回は視聴者の皆様から縛りの内容を募集します。コメント欄にシナリオと君主、そして縛りの内容をお願いします。プレイは基本的に史実モード、難易度は上級です。今までの序盤攻略動画を参考に、こうすれば苦しむだろうとお考えください。縛りプレイの参考例です。突撃が使用可能な砲手と魚鱗の禁止、弱小プレイ定番の土下座外交を禁止、三大秘術の禁止、過去に動画で挙げた必勝法の戦法、他にも初手戦争の禁止など、様々なものが挙げられますね。同じ君主の場合は上乗せして縛っていきます。序盤攻略では私のやりたいようにできましたが、今回はクリアが不可能になるかもしれません。無残な動画を上げることがないように、三国志5をさらにやり込もうと思います。序盤攻略の多くは役に立たなくなってしまいますが、これまでのプレイ経験は決して無駄にはなりません。私の持ちうる全てをつぎ込んでみます。今回の告知動画の期限ですが、4月14日を締め切りとして、そこから本格始動します。皆さんのコメントを心よりお待ちしております。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。